どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン10、視聴者様からのリクエストに答えしていきたいと思います。今回のリクエストは、小久保祐希さんからのリクエスト、ありがとうございます。巨人のね、池田俊投手を作っていきましょう。まあ、中継ぎとしてね、まあいろいろちょっと活躍、まあ複雑だよね。ヤクルトファンとして、果たして活躍期待していますと言えるのかどうかっていうね、ところありますが、やっていきましょう。これね、なんかちょっと調べてみたら、これ、新潟名君高校出身なんですってね。名君っつったらやっぱりドカベン。まあ、ドカベンはね、神奈川名君ですけど、なんかちょっとそういうイメージがちょっと湧いてしまいました。へーっていうね。それじゃあ、どうしよっかな。とりあえず、球速と、あとどうしよう。変化球いっちゃう？変化球か、変化球強化。いっちゃいましょう。球速変化球カード。これで何ができるかってちょっとワクワクしません？いきましょう。お、いいね、初期状態。ナックルボーラー、まさかの。俺、チェンジアップとか覚えさせたかったんだけど、まあまあ、それはそれでいいんじゃないでしょうか。ナックルボーラーはナックルボーラーで面白いよ。いきなり変化球ロスト引いちゃう俺な。踏まざるを得ない状況で。しょうがないや。で、これ以上変化球が下がんないからいいとして、なんだ？よりによって被る。この少ない確率で被るかね？カーブ。オーケーオーケー。うん。じゃあ行ってみましょう。ほい。ムジア起きた。はい。あ、そしてカーブがまた上がる。3。いいね。変化球強化系、変化球強化カードが響いてますな。じゃあゴールで。オーケー。なかなかいいんじゃないでしょうか。初期状態にしては。行きましょう。ステージ2。ゴールがちょっと遠いな。だうまくちょっと回復とか、やる気を上げるので、お茶、ちょっと。うい、様々。あー、なるほど。まあ、悪くはない。よいしょ。ほい、高木隼人選手。あって、ダウンは痛いよ。あ、でも本当に良かった。変化球下がんなくて。金縛り？今はいいか。で、シャッフル。で、回復やら何やらが。あ、来た。ちょっと行きましょうかね。まあ、進藤さんにも会いたいし。ほい。行っちゃいます。どうも、こんにちは。ほい。急速コントロール、スタミナアップの6。様々、さらに。あ、シャッフル。赤来てくれんな、上頼むから。あ、まあ、それはそれで。はい。宝箱。行こうかな、行こう。ほい。さあ、来い。急速超人年100、あ、もう140キロか。早いな。ゴール。オッケー。いいんじゃない？ちょっと体力使いすぎたから、ちょっとステージ3では温存でいきたいですね。宝箱回復ってか。よし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 。あったあった。まあ、シャッフルも近いし。ノリノリーパーフェクト。じゃあこれシャッフルで。はい。宝箱来た。オッケー。はい。コントロールアップ。よいしょ。金縛りで、もう一ターン待ってくれよ。野球超人伝。よし。いいね、いいね。で、ほい。オッケー。高速スライダー。いいんじゃないでしょうか。なかなかいいペースで成長してますよ、これ。で、金縛り。これで会えると思ったんだけど。じゃあ、温存ゴール。選手に会おうかなって思ったんだけどね。ちょっとここで体力使うと後々やばい気がするんで。ステージ5。温存しました。カードは現在、強化系のみと。どうしよう。左行くか。右よりかは。おい。まず、菅野さん、クイックし、いいじゃん。ほい。で、とりあえず DD グラー、DC あたり、いけるんじゃないかなっていう感じ。あー、カレンさんの位置が悪い。しょうがない。あおっと、耐えた。よし。よく耐えた、今の。危なかったよ。はい、よいしょ。大回復。よし。で、ゴール。カレンさんの位置が悪すぎるからね、無理はしない。オッケー。体力の回復も成功したし、ラストステージ5。来たよー、青パネ天国。素晴らしい。ここで、おーっチェイヘイマジか。シャッフル。でもこれちょっと成功したいのもあるけどな。ちょっと怖いのもあるから。なかなかいいペースで成長してるから、正直挑戦したくはないっていうのが本心ですよ。僕としては。ただね、やっぱ尺っていうかね、取れ高的には行かなきゃいけないだろうなっていうのもあるけど。いや、俺は行かない。なんか今ちょっと、あ、でも難しい。絶好調だから確率高いよな。なりに。でも、それでも多分35か40ぐらいだと思うんだよな。いや、もうちょっと低いか。だとしたら。やめよう。確実にこれね、この能力だったら、青取ってった方が正直って効率はいい。うん、そう見た。てか、そう考える他ない。てか、考えざるを得ない。ぐらいの感じでいきますよ、僕は。
まあ、悪くはないんだよな。あと、だからこれで、おい。おい、赤パネ無地の、これで様々青。回復でもよしよ。はい、で、まあまあ、しょうがない、これは。うん。ちょっとまあ、考えてたところもあったから、そうやって。おい。よし、大回復。あ、かなりこれいけんじゃない？で、野球マンも会いたいから、多分こっちだろ。あ、そっち行ったか。ほい。で、急いで、アウト。オッケー、会えた。よっしゃ。体力の回復も成功と。ほい。ちょい、青パンでなくなっちったよ。でも回復。こんな体力あってもしょうがない。あ、野球、あっ！しまった。何考えてんだ俺、マス間違えた、今。まあまあ、体力あるから大丈夫。でも大丈夫。まだ大丈夫。スタミナが、あ、BB。あ、なかなか超本格派になってきたね。もうないじゃん、やること。もうねえや、やること。せっかくだからこれ全部無地にしてやろう。全部無地にしてやろう。はい。なんもなくなっちゃった。これ、博士、成功してたら多分だから161の A の24に、失敗したら141の CC121。だ、121だったらこれ、なんかそのままやんなくてよかったかな。まあ、牽制もある。ナックルボーラー。変化球が思いのほか伸びなかったんですよね。変化球強化カード持ってたけど。じゃあ、ムジマス何もやることないんで、ゴール。どうなんだろう。ちょっと見てみましょう。本人の比較。本人と比較してさ、どんなもんかっていうのをね。ちょっと見ていきたい。さあ、まあ、本人多分中継ぎとか、どうなんだ、巨人。池田。145キロか。あー、肩が強い。あー、カットボール、サークルチェンジ。はぁ、あ、はぁ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 、戦中。それ、先発でいきますか。うん。あの、緩急丸。当たりじゃない？あ、緩急、待って。特殊能力、あ、牽制か。くそ！間違えちゃった。まあまあ、でも、うん。こういう投手もありなんじゃないっていう感じ。登板タイプは、先発と。オッケー！おい、番号じゃ、一応、ま、できました。基礎もなかなか高いね。ね、これ。というわけで、じゃあ、アップロードしておきたいと思います。はい。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあ、先発タイプとして回してみて。まあ、中継ぎなんだけど、とりあえず、ま、一応ね。まあ、せっかくスタミナこんなにあるんだし、先発で使ってみようかな。それじゃあ、どんな感じになるのか見ていきましょう。ほい、1年回してみた結果、こんな感じになりました。防御率が 3.03、 10勝11敗。まあ負け越したけども、でもまあね、10勝投手になりましたね。菅野がすげえな、19勝ってなんで。まあこんな感じですね。頑張りましたね、本当に。ちょっとまあ完封さん、完投6、結構完投しました。まあまあまあ、クオリティスタート率もまあなりにあっていいのかな。いい方かな。ああ、ちょっとデッドボール当てちゃった。まあそれはいいとして、そうですね。基本塁打は変わらないか、1位と。なるほど、なるほど。っていう感じ、自責点は64。まあ、でもなんか、思ったよりなんか、ちょっとしっかり登板していい成績残しましたね。というわけで、気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。